自分より強い人がいるじゃないですか。そうするとなんか悔しいとかあるじゃないですか。自分より強い人をなんか倒すとなんか気持ちがいいっていうか。うーん、は別にそんな気にしないですけど、別に悪く言われてるわけじゃないんで。悪いことじゃないんでしょ。別にいいですよ、何言われても。試合する前に負けることですか。おーつかね、いや負けたくないんで、負けることは考えたくないですね。柔道ミドル級王者櫻井隼人、まさに天衣無縫という言葉が最も似合う柔道のキングオブキングス。完璧にバランスの取れた打撃と寝技を使い、本能のままに一本勝ちを狙いに行く、その戦いはいつも見る者の心を奪う。日本にとどまらず世界を舞台に勝ち星を積み上げていく彼の背中に、忘れかけていた最強神話を託すファンも少なくない。人は彼に音速という意味を持つニックネームをつけた。その名はマッハ。きっかけは柔道。はじめ昔は野球とかサッカーとかやったんだけど、もうなんかもう違うのやりたいなっていう感じで、で柔道をが中学校からあって、でああこれ面白いと思って、投げとかも散々やったんで、今度はもう投げとか殴りもなんかやりてえなっつって、蹴りとかもやりてえなっつって、でなんかシーザージムに電話番号書いてとか電話して、でシーザージムにずなんか通い始めて、でなんかパリトリトジャパン、その時シューティングってのもあるじゃないですか。でああこういうのもあるんだっつって初め見に行って、うん、あすごいなって、見に行ったらなんか全然俺の方が強いんじゃないかとか、とそういう幻想に陥っちゃって。うん、まさか宇野くんがデビュー戦でやるっていうのは思わなかったですね。アマチュアの決勝でも試合をしたんですが、まあレスラー、主にレスラーですね。パワーはそんな感じなかったけど、気持ちの面ですごい強い選手だなって思いました。マッハのデビュー戦の相手はアマチュア時代からのライバル宇野薫。くしくも後にウェルター級とミドル級を制する両王者の対決となった。体がじがじで緊張したのかもしれないですね。初めてこの後楽園のリングの上に立ったんで、それで金カップを忘れてしまうというトラブルもあって、桜田さんに怒られましたけどね。お前何やってんだよ。いやー、まあ、全然もう練習の時もっと僕全然もうスムーズなんですけど、この時見るともうすごい力入っててガッチガチ。わあ、多分宇野くんもそうだと思うな。なんかアマチュアの時の決勝やった時の方が2人ともいい動きしてましたね。本来僕は今よりちょっと小さいぐらいだったんですよ。でこのぐらいまで落としたっていう、まあ、筋肉までそぎ落として、うん、体に良くないですね。左足かぶってろ。行こう。来るから、相手来るよ。気をつけ。いけ。
まあ、デビュー戦ということで、まあ、2人とも、まあ、特に僕はいい経験させてもらったと今思ってます。ただ試合終わった時になんかお互いがなんか握手してなんか言うじゃないですか。その時分かんなくて、なんかごめんねごめんねってずっと言ってたんですよ。今考えるとなんでそんなこと言ったんだろうって思いますよね、うん。貝原さんとやる前から、まあ、お互いちょっと知ってたんで、向こうもだいぶ俺のこと意識してて、アマチュアの時からなんか強いねとかって言われたりしてて、うん、でもそうですね、まさか本当にやるとは思わなかったですね。2戦目の相手はウェルター級屈指のパワーファイター桑原拓也。マッスルというニックネームを持つ桑原のスピーディーなタックルをマッハはどう裁くのか。今結構見てると桑原さんって結構受けてそれを返すっていうパターンじゃないですか。でもこの頃は とにかく自分が前に出てくるっていう、そういう威圧感もあったし突進力もあったんで、そういう意味で絶頂だったんじゃないですかね、この頃は。第1ラウンド終了です。